舞台上の神、平野翔その脅威の筋肉の秘密を暴露。スーパーサイヤ人は実在した平野翔の筋肉伝説。平野翔その名を聞けば多くの人が即座に思い浮かべるのは彼の圧倒的なカリスマ性と魅力だろう。しかし、その魅力の背後には驚くべき筋肉美が隠されている。平野翔は単なるアイドルや俳優としてだけでなく、 その筋肉美でも多くのファンを魅了しているのだ。彼の胸筋や腹筋、そして全体的な体のバランスは、まるで漫画のキャラクターのようである。では、なぜ彼の筋肉はこれほどまでに注目されるのかそれは単なる見た目の問題だけではなく、彼のパフォーマンスに直結しているからだ。平野翔の筋肉は、彼のダンスやアクションシーンにおいて重要な役割を果たしている。 特に彼の胸筋は、そのパワフルな動きの源であり、彼のダンスにおけるエネルギーとダイナミズムを支えている。実際に、彼のダンスパフォーマンス中には、その筋肉の動きが明確に見て取れる。これにより、彼のダンスは他のアーティストとは一線を画するものとなっている。また、彼の筋肉はただ鍛えられたものではなく、日々の厳しいトレーニングと食事管理によって維持されている。 平野翔は、納豆が大好きで、毎日欠かさず食べているという。納豆は高タンパク質であり、筋肉の維持と成長には欠かせない食材である。さらに、彼はグルテンフリーの食生活も取り入れており、体質改善にも努めている。これらの努力が、彼の驚異的な筋肉を作り上げているのだ。彼の体脂肪率は一桁であり、これは普通の人には到底真似できない数値である。 彼は以前テレビ番組で体脂肪率が二桁になったことがないと語っていた。そのためには日々のトレーニングと食事管理が欠かせない。平野翔の筋肉は単なる外見だけではなく、その背後には膨大な努力と時間が費やされているのだ。さらに彼の筋力は単なる見た目の美しさだけではなく、実際の力強さにも直結している。 彼はパンチングマシーンで288キロを叩き出すという驚異的な記録を持っている。これは彼の筋肉が単に大きいだけではなく、実際に非常に強力であることを示している。また、彼の筋肉は舞台パフォーマンスにも大きな影響を与えている。彼のダンスは非常にエネルギッシュでダイナミックであり、その動きには筋肉の力が不可欠である。彼の胸筋や腹筋は、 その動きを支え、観客に対して圧倒的なパフォーマンスを提供している。彼の筋肉は単なる見た目の美しさだけではなく、そのパフォーマンスにも直結しているのだ。平野翔の筋肉美は彼のファンにとっても大きな魅力の一つである。彼の筋肉を見たとき、多くのファンがその美しさと力強さに驚き、感動する。彼の筋肉はまるで漫画のキャラクターのようであり、 現実離れした美しさを持っている。彼の筋肉は、そのパフォーマンスを支えるだけでなく、多くのファンに夢と希望を与えているのだ。さらに、彼の筋肉は、そのキャリア全体にも大きな影響を与えている。彼の筋肉は、彼のキャラクターやイメージを形成し、その魅力を高めている。彼の筋肉は、彼のパフォーマンスを支えるだけでなく、彼の全体的な魅力を高め。 多くのファンを魅了しているのだ。では、なぜ彼の筋肉はこれほどまでに注目されるのかそれは、彼の筋肉が単なる外見だけではなく、その背後には膨大な努力と時間が費やされているからだ。彼の筋肉は、日々の厳しいトレーニングと食事管理によって維持されており、それが彼のパフォーマンスに直結している。彼の筋肉は、単なる外見の美しさだけではなく、 そのパフォーマンスにも直結しているのだ。彼の筋肉は彼のキャリア全体にも大きな影響を与えている。彼の筋肉は彼のキャラクターやイメージを形成し、その魅力を高めている。彼の筋肉は彼のパフォーマンスを支えるだけでなく、彼の全体的な魅力を高め、多くのファンを魅了しているのだ。最後に、平野翔の筋肉美は彼のファンにとっても大きな魅力の一つである。 彼の筋肉を見たとき、多くのファンがその美しさと力強さに驚き、感動する。彼の筋肉は、まるで漫画のキャラクターのようであり、現実離れした美しさを持っている。彼の筋肉は、そのパフォーマンスを支えるだけでなく、多くのファンに夢と希望を与えているのだ。平野翔の筋肉美は、彼のキャリア全体に大きな影響を与えている。彼の筋肉は、 彼のキャラクターやイメージを形成し、その魅力を高めている。彼の筋肉は、彼のパフォーマンスを支えるだけでなく、彼の全体的な魅力を高め、多くのファンを魅了しているのだ。彼の筋肉は、単なる外見の美しさだけではなく、そのパフォーマンスにも直結している。彼の筋肉は、彼のキャリア全体にも大きな影響を与えている。彼の筋肉は、彼のキャラクターやイメージを形成し、 その魅力を高めている。彼の筋肉は、彼のパフォーマンスを支えるだけでなく、彼の全体的な魅力を高め、多くのファンを魅了しているのだ。平野翔という名前を聞くと、多くの人がまず彼の鍛え上げられた肉体を思い浮かべるでしょう。その胸筋や腹筋の美しさは、まるで彫刻のようであり、見るものを圧倒します。しかし、彼の筋肉美は単なる外見の美しさにとどまりません。 それは彼の努力と日々の生活習慣に根ざしたものであり、その背後には多くの興味深いエピソードや秘話が隠されています。まず、平野章の胸筋は一見するとスーパーヒーローのような印象を与えますが、そのリアルさは驚くべきものです。彼はスーパーサイヤ人のように見えるかもしれませんが、実際にはその筋肉は持続的なトレーニングと厳格な食事管理の結果です。 彼の腕は顔ほどの大きさがあり、ウエストは非常に細い。そのバランス感覚は非常に毛腕あり、多くの人々を魅了しています。平野翔は腹筋が8つに割れていることで知られています。彼は以前テレビ番組で体脂肪率が一桁であると語っていました。その写真を一目見ただけで、その筋力の凄さがわかると言われています。彼は納豆が大好きで、毎日食べているそうです。 納豆は高タンパク質食品であり、筋肉をつけるためには欠かせないものです。彼の食事習慣は、彼の筋肉美を支える重要な要素です。さらに、彼はパンチングマシーンで288キロを叩き出す驚異的な筋力を持っています。その力強さは、彼が一見してわかるように鍛え上げられていることを示しています。彼はまた、ダンスのパフォーマンス中にも、その筋力を発揮しており、 筋肉がダンスによってさらに鍛えられていることがわかります。彼の筋肉は単なる見た目だけでなく、その内部にも深い意味があります。彼は瓦を一気に叩き割るシーンで、その怪力を見せつけました。彼の筋肉は天性のものかもしれませんが、それを維持するためには日々の努力が欠かせません。彼のパフォーマンスは、見えないところでの努力の積み重ねによって成り立っています。平野翔は、 筋肉の美しさだけでなく、その保持方法についても非常に意識的です。彼は体脂肪率が2桁に達したことがないと言っており、そのためには厳格な食事管理とトレーニングが必要です。彼の食事には納豆や高タンパク質食品が含まれており、それが彼の筋肉を支えています。また、彼はグルテンフリーの食事を取り入れており、体質改善にも努めています。 平野翔の筋肉美は彼の努力と日々の生活習慣に根差したものであり、その背後には多くの興味深いエピソードや秘話が隠されています。彼の胸筋や腹筋の美しさはまるで彫刻のようであり、見るものを圧倒します。しかし、彼の筋肉美は単なる外見の美しさに留まりません。それは彼の努力と日々の生活習慣に根差したものであり。 その背後には多くの興味深いエピソードや秘話が隠されています。